派集市長派集市は大韓民国軽機道北西部に位置する市、反問点のある軍事境界線を隔てて北朝鮮と接する最前線で、地域に非武装地帯がある唯一の市である。この項目では、かつて存在した長短軍についても述べる。東は軽機動洋州市、佐々波川軍と接し、南は茅谷市、西は観光を隔てて金歩市と接する。北は 軍事境界線を隔てて朝鮮民主主義、人民共和国の会場市、超豊か軍と接する。北部から西部にかけて臨信港が流れる。市内北部の臨津駅に近い場所には、派周気象台が置かれているが、ここは周囲に住宅もない農村地帯でもあるために、韓国でも有数に寒さの厳しい場所となっており、厳冬期はマイナス15度以下になることが多い。 韓国気象庁観測所の統計によると、2010年1月6日には、観測史上最低となる摂氏25.9度を記録している。長らく軍事境界線に接していることもあり、開発が遅れていたが、1996年の市への昇格以降は、市の南部を中心に、ソウルのベッドタウンとして、マンションが林立して都市化している。観光地として、林深閣。 ウズ山統一展望台、南進第三トンネルなどがあるほか、民東線維北の反門店や、自由の村なども地域に含まれる。かつては、在韓米軍と韓国軍の基地に依存した地域で、四字コルは、兵士相手の観楽街、風俗街である。21世紀に入り、大韓サッカー協会の派州トレーニングセンター、英語教育施設である、派州英語村、ギャラリーや、美術館や、 芸術家のアトリエが集積するヘイリー芸術村、出版業者が集積する派集出版都市など、文化、スポーツ施設が土地が広く緑の多い当地に集まりつつある。高栗時代は、術見骨、並貝平氏、伊豆井口で、白木慶徳王の時に、峰城、破平、黄河となった。高麗時代になっても地名は変更されなかったが、12から13世紀に、峰城は、 随元に改名された。李氏朝鮮時代は随元、随言、肌平を合併して元平と呼ばれ、その後波州、黄河になった。板門店の南に位置するソウル防衛の最前線であり、米軍や韓国軍の基地が群衆する、米軍キャンプ名、地域をソウルと新宇治を結ぶ京備線が走り、2009年より、三駅より、南が広域伝鉄化された。 線路は長らく山駅の北側で中断され、南北分断の象徴となっていた。近年南北関係の改善により、山から海上間の鉄道線路復旧工事が進められ、現在韓国側では、宮古ら山駅まで開通しているが、宮古ら山駅に行くには、手続きが必要な上に、ツアー客以外は外に出ることはできない。長谷軍は、 日本統治時代から韓国独立後の1972年末まで存在した軍である。高栗時代は長朝城と呼ばれ、白木慶徳王の第二長、丹と呼ばれた。高麗時代は一時丹州と呼ばれ、李氏朝鮮時代は林丹林信を経て長、丹と呼ばれ、都語府が置かれた。1895年に長丹軍となり、1906年に海上軍の一部が長丹軍に移管。 逆に長田軍の一部を浅田軍に移管する改変を行った。日本統治時代は、警備船長単役が設置されていた。終戦と共に38度線で軍が南北に分断され、さらに朝鮮戦争を経て軍事境界線が現在の位置に確定した際、韓国統治下の全域が民間人統制区域に指定されたため、一般人の立ち入りが禁止されて、以降は、 有名無実の行政区画となった。八州軍、佐々波川軍への一部編入を経て、1972年12月28日に、最後まで残った部分が八州軍に編入され、韓国統治下の長丹軍は消滅した。なお、北朝鮮統治下の未周股地域において、名目上設置されている長丹軍は存続しており、伊北古道委員会により、名誉軍手を任命している。 長丹群は10面で構成されている。2013年現在、長丹群種は補独編である。長丹群に関するカテゴリー、ありがとうございます。